おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はパッションフルーツのなぜ花が咲かず実がならないのかについてお話したいと思います。パッションフルーツは亜熱帯地域を原産とする南国の果物になります。花の形が時計に似ていることから時計草の名前でも知られています。花の後にできる実は硬い皮の内側にゼリー状の実と種が詰まっていて、香りや風味が良くジュースにぴったりな果物になります。つる性のためグリーンカーテンとしても人気があるようです。今回はなぜ花が咲かないのか、その原因について、6つの原因についてお話しさせていただきます。まず1つ目の原因は気温が高すぎるということです。実は最高気温が30度を超えると花が咲きにくくなる性質があります。今年は猛暑になり、7月より30度を超える日が続くようになりました。パッションフルーツは南国の気候を好みますが、意外に涼しい気候を好むようです。9月になり気温が30度を切る涼しくなるようになれば再び咲いてくれると思います。2つ目の原因は肥料になります。パッションフルーツはたくさんの肥料を必要とします。栄養が足りないと成長が思うようにいかず、花も咲きにくくなります。植え付け時の緩効性肥料、4月から10月の追肥を行うようにしてください。肥料はリン酸が多い肥料を与えると花と実を成長させてくれるようです。3つ目の原因、摘心の方法です。パッションフルーツは親づるには花がつきにくいので摘心をするようにしてください。子づるに花がつきやすく、つるも垂れ下がるようにしてくださると花つきが良くなります。4つ目の原因、株が若いためです。パッションフルーツのプランター栽培を作っても 1,2 年花が咲かない場合もあります。株が若く熟していないためです。根が詰まり樹勢が落ち着くのを待つようにしてください。5つ目のコツ、害虫の影響です。パッションフルーツは害虫に強い植物ですが、新芽につくアブラムシには弱いようです。見つけましたら駆除するようにしてください。6つ目のコツ、日照不足です。熱帯地方が原産のため日当たりは重要です。日陰では花が咲かなくなる場合があります。サンルーフ、ビニールハウスなどにおいて光量不足を防ぐようにしてください。それではパッションフルーツのプランターを見ていきたいと思います。まずこちらのプランターです。こちらは春先に自作の水差しの苗で作りましたパッションフルーツのプランターになります。中を見るとこのように2本自作の苗が成長しています。ずっと成長して、現在の高さは1メートル50センチぐらいになります。こちらを見ますとこのように花芽が出てるんですけども、やはり花の成長はしていないようです。こちらもそうですね、花芽が出てます。見えますか。現在9月初旬なんですけれども、30度以上を軽く超えてますので、この花芽は時期に落ちてしまうと思います。そしてお隣です。こちらの名前がパッションフルーツサマークイーンと言います。こちらも同じようですね。こちらはまだ花芽は出ていないようです。そしてお隣です。こちらのプランターは昨年の4月に作りましたパッションフルーツのプランターになります。水差しで作った親株になります。やはりこのように伸びてますけれども、花芽のつく様子は見れていません。そしてこちらですね、こちらはパッションフルーツレッドマンモスと言います。紫色で大きいになります。こちらも同じようにこのように高さ1メートル50センチの支柱の上まで来ました。それでは花を咲かせるために親づるの摘心をしていきたいと思います。こちらですね、ここまで来ましたので摘心します。このようにハサミでピンチしていきます。刈り込みを考えて少し先を伸ばしてください。このように切ります。そしてこちらの花の下から脇芽が出てきます。その脇芽はなるべく上から下の方まで垂らすようにしてください。垂らすことによって花芽がさらにつくようになります。こちらですね、もう一つやってみましょう。ここにもありますね。はい、こちらピンチします。はい、こちらですね、ここでも切ります。ここでも切ってしまいましょう。
親づるには花は咲きにくいので、なるべく子づるを出させるようにしてください。そしてこちらです。こちらも切ってしまいます。今から切ると9月の涼しい時期に間に合うと思います。はい、こちらです。こちらも上まで来ましたので切っていきます。このように切ります。はい、こちらも切ります。この後の肥料なんですけれども、夏の高温期で株が疲れていますので、固形肥料や化成肥料では根が焼けてしまう場合があります。できれば液体肥料を2週間に1回ぐらい薄めにして水代わりに与えてくださればよろしいかと思います。はい、こちらですね。こちらです。切ってきます。このように切ります。以上でパッションフルーツの夏場の親づるの摘心が完成いたしました。今回はパッションフルーツがなぜ花が咲かず実がならないのか、6つの原因についてお話しさせていただきました。1つ目の原因、気温が高すぎることです。実はパッションフルーツは最高気温が30度を超えますと花が咲かない性質があります。今年は特に猛暑になりましたので、7月より30度を超える日が続くようになりました。9月以降気温が30度を切るようになりましたら、再びお花が咲くようになると思います。2つ目の原因、肥料です。パッションフルーツはたくさんの肥料を必要とします。栄養が足りないと成長が思うようにいかず、花も咲きにくくなります。植え付け時の緩効性肥料、4月から10月の追肥を行うようにしてください。リン酸分が高い肥料を与えますと花と実を成長させることができます。3つ目の原因、摘心です。パッションフルーツは親づるには花がつきにくいので、摘心をするようにしてください。子づるに花がつきやすくなります。つるも垂れ下がるようにしてくださると花つきはさらに良くなります。4つ目の原因、株が若いためです。パッションフルーツのプランター栽培を作っても1、2年花が咲かない場合があります。株が若く熟していないためです。根が詰まり樹勢が落ち着くのを待つようにしてください。5つ目の原因、害虫の影響です。パッションフルーツは病害虫に強い植物ですが、新芽につくアブラムシには弱いようです。見つけましたら駆除するようにしてください。6つ目の原因、日照不足です。熱帯地方が原産のため日当たりは重要です。日陰では花が咲かなくなります。サンルーフ、ビニールハウスなどにおいて光量不足を防ぐようにしてください。現在9月上旬なんですけれども、まだまだ暑い日が続きます。パッションフルーツをプランターで育てている方も多いかと思います。このように葉が茂り一向に花が咲かない場合もあります。再び涼しくなり花や実がつくようになりましたら、その成長記録もお届けしたいと思います。今回はパッションフルーツの花がなぜ咲かないのかについてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。